上ですね。これ本日も最低バブルシェリアと思います。で、今、急遽撮ってます。明日、成田山に行くの。成田山にね。前日からちょっとね、せっかくなんで、お泊まりしましょうということで。インターナショナルリゾートホテルっていうところに来たんですけど、ここね、湯楽城っていうエンタメの施設が併設されてるんだと思うのね。よくわかんないですよ。さ、適当に予約しちゃった、また相変わらず。今回の超近場のね、関東ですけども、ちょっとその様子をお送りできたらと思います。それでは、さよならスタート！かわいい。ねえ、ずっとね、車乗ってる時にね、この人、抱っこちてーっていうのかわいいでしょ。抱っこしてます。かわいい。変態かよ。このホテルの方には、じゃじゃーん、キッズスペースがありました。あのね、私たちチェックインがね、7時なの、7時。7時めっちゃ言いづらいのよ。7時にしてるから、まあでも安くなってるわけよ、要は。チェックインが遅いからね。なんだけど、7時まで学場で遊べるって思うので、遊んでからチェックインです。一緒に遊ぶ?これ何？ミッチーだ。これ誰？ミッチー。ミッチーだね、ミッチーです。まあ、こんな感じでね、うまくあって、これはもうあれですね。今から貞子が出てくるんですよね、これはね。なんかすごいね。おむつ替えのお部屋なんだろうけど、なんかすごく気持ちよすく寝られそうな雰囲気です。アンディのお部屋みたいですね。すごい。充実してる。はい、というわけで、着きました。湯楽城って言ってたけど、湯楽城をですか。なんかホテルから歩いて3分ぐらい。見てこの雰囲気のある入り口。これはもう外国の観光客の方々は大喜びなんじゃない？日本人の私も大喜びございますけども、私現在ですね、大荷物にこいつを持ってですね、ヒールを履いて歩いてるんですね。そんな予定ではなかったんだけど。なんでごめんなさい。手ぶれが尋常じゃないです。すいません。噴水がね、いいね、またね。というわけで中に入ってみたいと思います。ごめんなさい。本当に揺れちゃってね。本当にごめんなさい。誠に申し訳ございません。本当にごめん。ちなみに営業時間は10時まで。それ散らかしていこうぜ。というわけでね、浴衣に着替えて、やっつけました。すごい。全然人いね。最高。すごい。見てこれ。うわ、海すごっ。すごい。すごいね。やりたい。あら、すごいこれ。マルフォイ好きなやつ。なんだけど。ねえ、ナリがもうお腹ペコペコだからご飯行こう。でっかい。これ欲しいね。でっかいおパンチュウサギ。おパンチュウサギちゃう、分かっちゃう。マルファ見て上。ほら。サメラ。クジラじゃない？あれこれ何これ。すごい。うま、うま、うま。うま？そう。すごいね。これは楽しいね。しかも人が全然いないんだけど、マジ穴場ちゃう、穴場。行ってみたい。いいよ、登って。これはさ、あれだよ、お相撲さんがさ、お相撲を取るとこじゃん。すごい。これはもう外国人のジャパンフォーやってなんかすごいね。これはうちのあのじいさんどこ行ったか。じいさんどこ。あ、いた。ロッカー系で頼めんだ、ご飯。うん、何決まった？お腹空いたのに。すんだよね。先さ、頼んで座ってて、奴らを連れてくるよ。いました。あら、あ、すごい。気をつけてよ、それ。餅ついてんの？本物っぽいね、重さが。これめっちゃ重いの。ナリがずっと怒ってます。というわけで、ちょっととりあえずナリがお皿飲まんないとね、存分に休めないのでご飯をいただきます。ここね、5歳以下はただなの。うちもアルファイとナリはただマーティーのお金を払ってるから、マーティー分は館内着、こういう言い方があるんだけど、実は2人の館内着はないからしてくれたの。気が付くって肌着です。ちっちゃいお子様がいる方は動きやすくって涼しいお洋服持ってきた方がいいかも。見て、うん、来たらいいね。こいつは大不機嫌なので必殺 YouTube です。久々のですね。とりあえずご飯が来ると待ってます。ご飯来た、すごい。今あのこちらで便をしてる。踏ん張ってる。便なのでございます。すごいかぐわしい香りが。私の膝の上で今うんこが生成されている状態でございます。見てください。ママから。美味しそう。私はお刺身定食ね。子供たちはね、マジで全然食欲出ない匂いがここから。
さすがにここでうんこしながらここでご飯は厳しい。すごいタイミングだ。刺身はちょっとな、刺身だろうがカレーだろうがさすがにギザでうんち生えてる時にご飯はな。うんちで存分にいただきましょう。いただきます。おっすね。何言ってんの。さっご飯も食べずに何やってるかと思えば、あら最高じゃん。ここすごい綺麗。ここ最高じゃん。これお風呂入ってくれるかしら。一個ね、さすがです。 Wi-Fi がある電波良いです。最高です。ダメだね、これもう全然ご飯食べないでしょ、この人たち。すごい、こんなクッション初めて見た。すごくないこれ。これ完全観光客向けだよね。こんな遊び場見たことないわ。素敵なね、ここね。すごい。ママ何？子供の習性、誰かが回るとみんなで回り始める。一人になるとつまんなくなるんだよな。熱い、ね、ご飯食べよう。ここ相撲を取る場所だよね、これ違う？ママ、ショーをやるみたいで、うん、あそこがなんか特等席みたいな感じ。なるほどね。あの腹が出てるのがさ、頑張って走ってるシルエットがたまらんです。走ってるだけで可愛い。ヒシヒシ可愛いのよ。可愛いんだけどね。ねえ、こんだけ可愛いの。うんこしたか、この天真爛漫さ。ね、待って。いいものをお持ちです。いただきます。うわ、うま。美味しいってことはもう肝臓治ったってこと。なに、あれ乗る？乗る？にゃん。にゃんって何？あら、いいなー、すごいね。さて、噴水ショーが始まるみたい。寒そう。上げないよ。寒い。上がるね。これが結構な頻度でやってるみたい。すごいじゃん。すごいじゃん。演歌だけど。すごい。鑑賞エリア。ママも入ってよ。はい。すごい。すごい。いやー、私は喉から手が出るほど見たい。いいですね。大変見たいです。何でもいいからよ、見たいです。ここでゴロゴロしながら見れるわけだ。結構ちゃんと揃ってますね。はい、というわけで見てきました。気持ちよかったね。本当はさ、マッサージとか行きたかったけど、さすがに無理だよね。この人たちいたら。なんかさ、赤すりとかってよく見るけどさ、実際にやってるとこ見たことないんだよね。赤すりって絶対ちょっとすな。ここ最高だったよ。子連れっていう感じで紹介しちゃったけど、大人がデートとかで来るっていうのは最高だと思う。ここお風呂ゆっくり使ってさ、ご飯食べてビール飲んだりアイス食べたりマッサージしたり最高だと思います。いいとこだった。風水ショーもすごい良かった。何じゃこりゃ。釣りですかね。楽しかった。本当にめっちゃ良かったわ。ここマジで来てよかった。だけど今から隣のホテルに行きます。アプリクラとかレセももう終わり。どうでしたか、予約場は。結構楽しかった。何が楽しかった。噴水で寒かったところ。噴水が寒かったのは確かに。キャベツだもん。今の噴水は収まってるよ。骨もないね。今日見てくれてありがとうございました。そう。また5時に会いましょう。さよう YouTube 終わり。またねー。せーの、バイバーイ。楽しかったねー。楽しかったよー。